この地球に人間が住み着いて何千年が過ぎただろう。人は最初この大地の精霊たちと共に生きてきた。いつの頃からだろう、人は石を積んで城を作り、森を倒して家を広げ、自分たちの力だけでこの星を支配できると思い上がったのは。そして今、人は共に生きてきた精霊たちのことを忘れ果てている。おごり高ぶった人の迷宮の闇は暗い。今日の死者の運命はどうだろうか。まだ夜は始まったばかりだ。夢夢疑うことなかれ、夢見る夜の夢の夢。マモちゃんとデートの前の夜、私は悪い夢を見た。私がセーラームーンに変身するたびに災いが起きる。夢の悪魔たちがそう言った。それはまさ夢。次の日、突然現れた中世の妖怪たちが私たちを襲う。死ぬことができない妖怪たち、奴らは人工生命を作って自らが人間になることを望んでいた。マモちゃんやミチルさんはドラクル伯爵に吸血されてヴァンパイアに、そしてチビン様にもがベルセルクの剣によってスターシードを取られてしまった。襲いかかるセマールの剣、その時ドラクル伯爵がセーラームーンの前に立ちはだかった。永遠に死ぬことができないドラクルはその剣の持つ不思議な力によって滅びた。彼は死の妖怪たちに人間となることの虚しさを伝えて滅びた。そして私たちは心を一つにして狂った戦士ベルセルクを倒した。でも夢見る夜の夢の夢。夢夢疑うことなかれ、呪文のような言葉。夢見る夜の夢の夢。あなたは誰？バンバンバン。だけど No No No、 いずれない素肌抱きしめて誓いの銀河。きっと言える、きっと叶う、星と星が結ばれる日。 Real Justice Sailor Moon。 いつも話す、きっといける、宇宙の果てまで。 Genius Survive Sailor Mercury。きっと放つ燃える粒子、闇の彼方まで。パッションフレイムセーラーマン。もっと怒りきっと飛ばす、この空の果てに。ハリケーンショットセーラージュプター。きっと光この世の果てまで。 Raise my heart セラヴィナス。だけど No 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 譲れない、誓いの銀河。バンバンバン、恋の戦士じゃいられない。Thank you.
このトランシルバニアに必ず来る。ヴァンピール、父上の仇を取るのがそなたの務め。くどい。その体に流れる人間の血、それが復讐の風の音を聞き分けてあなたを悩ませるの。私は化け物じゃない。化け物などこの世にはおらん。誰にとっての化け物だ。森の動物から見れば人間こそ化け物だ。ヴァンピール、天はそなたをヴァンパイアの総帥として定められたぞ。望まぬ。人とヴァンパイアの間に生まれし子よ。よいか、そなたの矛盾こそが一族を救う。進化として祝いの言葉を。いらぬ。ならば祝いの杯を。取れたての血でございます。芸か。何人も我を救えぬ。天に定められし運命、拒むことは叶わぬ。マカリアス・ワリオロス・ラゴス・アタ・カビオラス・エト・サマハク・ファミオラス。さざめきて流れ、炎のうちに失せよ。陰性の美に酔い、現れ入れ結末をつけよ。我、リリス・オブ・ダークネスは汝を召喚する。血は血であがなわねばならん。そなたらは我が子。血に濡れしエリザベートよ、汝が黒き血の種をまきに日本に下れ。よいか、復讐の彼方にドラクルはよみがえる。復活を妨げておるは銀髄章。銀髄章、その持ち主こそセーラームーン。その力によってドラクルは冥界に封じ込められておる。冥界に。神は復讐のためにこの堕落した世界を人間に与えた。そして銀髄章は
この世界を良しとせぬ者を煉獄に閉じ込める。そこは良いところか。闇が無限に落ちていく暗黒、狂うことさえ叶わぬ恐怖だけの世界。苦痛に叫ぶ声、死を求め泣き叫ぶ声、死ぬことさえ叶わぬ魂の叫び。永遠にだ、永遠に闇が無限に落ちていく。よしてくれ。父上には似合いだな。母もおるぞ。まさか。人ならぬものを愛したがゆえの罰、罪の天秤を誰が測る。神か。そのようなものが絶対なら、命あるものは全て苦しまぬ。この世と冥界、それを分かつことこそ傲慢。煉獄を封じるは銀髄章、それこそが災いの全てだ。ヴァンピールよ、銀髄章を粉々に。天から落ちた暁の子、召喚せし迫るよ。矛盾の子らに力を貸せ。この身の矛盾が本当に一族を救えるのか。夢夢疑うことなかれ、夢見る闇の夢の夢。花にオレンジの実、もしやもしやマンドラゴラ、マンドラララ、マンドラドラ、マンゴラゴラ、マンドラゴラ。しゃべる植物さんですの。その根は人間の形をして、すべての願いを叶えるという。え、じゃあ父ちゃん、じゃストップザスビトゥ、チビは余計だよ。ああ、マンドラゴラの根は引き抜かれるときに叫び声を上げ、その声を聞いた者は立ちどころに死ぬと言われている。え、じゃあどうすんの。どうするったって簡単ですわ。一人がマンドラゴラを引き抜いて死に、あとどっちが当たり前だよ。嫌な女。あなた死なないんでしょ。いや、妖怪でもその身に毒が回り、三日三晩のたうちもあるという。よし、う
いお前すないんだろ。肉へそなんだにバネよ。植物にへそがあるか。だだへそも脳みそもなかったの。おおやめろやめてくれ。さあ私たちの願いを叶えて。そんな力ありません。マンドラゴラ。いやもっとおかしくなってます。私はマンドレーク。マンドラゴラになるにはあと100年かかります。ほんとつまんないです、うん、帰っていいよ。いや一度引き抜かれたら帰れません。自分から出てきたんだろ。地球に戻るのにあと100年かかります。なんかできないの。私は薬草、傷を治すことができます。そんだけ。え、そんだけです。捨てちゃうぜ。ゴミ箱に帰れ。いや傷といっても心の傷ですよ。そんなの。本当か。消化ブーツ、嘘つかない。どんな傷もか。テケレツのパッ。じゃあこいつは私が拾おう。いいけど。だけどさ100年経ったらお返しするよ。100年。短いもんさ。あっという間だ100年なんて。なあジャンヌ。あなたの中には火がある。しかしその火は多分地獄の火だ。善と悪は常に互いに寄り添っている。あらゆるものの中で悪魔は神に最も似ていたのだよ。英語のテスト日本語がないなんて。告白されても日本の高校だ。まこちゃんも二人は問題が日本語でも同じでしょう。アミちゃんもさっきのテストは中世の古い英語。なんでかしら。問題がシェイクスピアならわかるけど英単語の古語は普通の辞書には載ってないわ。次元が違うわな。とにかくアミちゃんに難しかったんでしょ。一問できなかった。次元が違うわな。住んでる世界がちゃうちゃうちゃう。うわはぁ明日から夏休み月期ピテカントのジャポネンシー。ついてる頭がちゃうちゃうちゃう。言ってる高校が違うんだ。どこ行く。何して遊ぶ。去年はかぐや島ツアーでえらい目にあったからね。今年の夏は騙されないで行こう。元気だね。どうしたの。今日でテスト終わったんでしょ。終わったが家の悩みもあんの。渋ん渋谷に行こうか。そんな気になれないの。わーい怖い？英語のテストが0点なの！どうする？一応なんだけどね、丸×がないテストなんてテストじゃないよ！完全にはね。でしょ？あのおばちゃん教師、日本人じゃないからそういう繊細な情緒がわかんないんだよ！丸×って繊細なのか？うん。鉛筆に丸×って書いて転がすのに繊細な神経がいるでしょ？一理ある。ないよ！つまり、英語のテストができなかったから落ち込んでんのね。雑だ！そんなことで落ち込まんたじゃないでしょ！雑だ！毎度のことで落ち込むんじゃない。イエッサー！渋谷に？ゴー！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 渋谷よりヨーロッパに行かないか？それ、クラブ？未成年そんなとこ行かない！ウサギちゃん、エリザベート先生が探してたわよ。あとで。ねヨーロッパって何？私のコンサートツアーがヨーロッパで決まったの。すごい！で、アシスタントが必要なんでしょ。ガードマン必要なんでしょ。衣装係必要でしょ。水が悪いから保健医は欠かせない。荷物なら私も持てるわ。何がなくても私はその全てができるウサギ。死にがむて。なんで持ってんの。コンパするか。大丈夫、みんな行けるから。本当？コンサートといってもホールじゃなく古いお城でやるの。素敵。ヨーロッパのお城を巡るツアーも兼ねてるからみんなで行きましょう。やったー。充実した夏休み。僕だけじゃ荷物運べないんだ。そんな。これからエベレストのような荷造り、そのお手伝い、うん、荷物多いのよね。おばさんが気合入れると。口にせ。ごめんなさい。
休み、メールの国から飛び出す空へ、そこは伝説虹のガーデン。だから Set me free、 旅は道連れ買ったり見たり、もっと Set me free、 ブランドがみんなを待ってる Daydream、 私の瞳は森と土壌のヨーロッパ、神秘さえモダンにステンドグラスオリエンス、イニシエにイニシエに愛している、本当の姿が見えてはこない、インビテーションプリーズ、ウサギよ、あれがパリの日だ。元気だな。だってね、テストできたのか。進級できないぞ。やっぱりな。Letting girl conviction. Oh, fantastic! Letting girl, Usagi. Yeah. Usagi, you got zero in English. Oh. 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 Oh.You only 勝手に丸バッテン黒つけてる。だって全部英語で何答えていいか分かんないんだもん。一人マークシートだな。You 私のことコンチキショーね。何それ、バカにしてるって意味じゃない。 No コンチキショー。 You ツイシ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  Get full mark。 できなきゃ No summer vacation。 夏休みは分かったんだけど、その前何？満点取らなきゃダメだって。Oh my god！ ヨーロッパ行ってくる。ラフィー、ツイフィー。愛の昨日って意味じゃない？二人、レッドボーダーライン、ギリチョンマゲ、ジャパニーズ、連帯責任、追証系。そんなのあるや！ジャパニーズ、連帯責任。ふざけんな！あなた、転校生の。あなた、ツイシパーソン。I will give you six days. ラストミレニアム、サマーチャンス。バイ。どうしてこうなんの？三人残していくか。かわいそうでしょ。どこへ行くんだい？ミチルのヨーロッパコンサートツアーに。いいね、向こうの大学の様子も知りたいし、僕も行くよ。私残していけるの？いける。マモちゃん冗談だよ、追試頑張ればいいだろ。無理だね。自分で言うの？だって満点だよ。私はともかく。ウサギはね、当たり前よ。諦めるな。だってこうなりゃ地獄の合宿ね。え、メラメラしてる。だって20世紀最後の夏休みよ、このメンバーで行きたいじゃん。姉ちゃん、もう米元のやだしね。合宿して100点取れるのか？取らせる、取らせてみせる。メラメラしてる。どこでやるの？神社。氷川神社？準備があるからみんな来て。有無を言わさぬ迫力だな。芝さんだったよね。芝新月アスタルテ。いい名前だね。母の先祖がフェニキア人なの。難しい先祖だね。地中海の方よ。紀元前3000年の歴史を持つ民族。へえ、すっごい。よかったら一緒に勉強して。英語は敵の言葉だ。え？うん、行けたら。場所は氷川神社。知ってる。じゃ、転校したばっかりでかわいそうだよね。あの人時々影がなくなる。え？何言ってんの蛍ちゃん。気のせいだよね。夕立が来そう。
神社に行きましょう。気のせいだよね。罰を耐えて長らえしは志ひずるゆえ、今一度きらびやかに帰り咲き聖母女神と熱くあがめられん、駆けてきたちぐさにみなぎるダークインスピレーション、腹が煮えくり返る逆立つ神天をつく、男子男と女には上下はなくて、むしろこのリリスが母と敬われしを、今ここに見つけいでしアスタルテ満の字しての天地の切り札に、月が欠けてきたちぶさにみなぎるダークインスピレーション、月を欠けてゆけ、そなたの中に眠る神よ、覚醒せよ。バカリアス・バリオロス・ラゴス・アタ・カビオラス・エート様・アクファミオラス。月食のように光のごとく闇は無数の影を作る。我が下に闇は罠なき影は少ぬ。あなたこそ創造と破壊の女神アスタルテ。なぜ我は煉獄につながれている。今少しにございます。新月の闇に隠れ、太陽の裏よりまがまがしき星が現れ、あなたを煉獄から解き放ちます。その名はデス・バルカン。バカビラクバカベラマクカヒカルレリオス。今しばらくのご辛抱を。まただ
誰かが私の中にいる。ここが日本におけるドラクル様の館。それは母上のウェディング、いつかきっとお着せします。そのような口の利き方をやめろ。ルフェイだと？誰が母上の名を？伯爵様は貢献を私に託されました。勝手な話だ。あなたには母上の記憶がない。お前などに。そのウェディングは着せることもかなわなかった。なぜか母上を殺したのは実の父親だからです。その気になれば不死にヴァンパイアにすることもできたのに。自殺ではなかったのか？人間のままで死なせたかったのです。母上が望まれたのか？違う。お分かりになりますか？人である母上に生きながらえる苦痛を与えたくはなかったのです。それほどまでの愛をあなたは知らない。人間です。人間が母上を殺し父上を殺した。私は人間を憎む。ヴァンピールよ、そなたも人を憎め。人間など私利私欲のためには英雄さえ殺し、自分の子供さえ殺して平然としておる妖怪いかだ。呪われているのは我らではない、人間だ。今夜奴らが全員集まる。よし、今宵一気。ベルセルクさえ倒されたことをお忘れか？奴には知恵がない。あのセマイルの剣ですらセーラー戦士を倒せなかった。使い方だ。あの剣を使うにはそれだけの格がいる。ラミアのごとき裏切り者もおらんしな。あの方はドラクル様に準じられた。よいか、怖いのはセーラー戦士一人一人の力ではない、その団結力。戦の戦略はこの私の領分。して戦闘力が高いのは？格闘はウラヌス、パワーはジュピター、予知能力はマーズ、知力はマーキュリーでしょうね。ただ勝つための戦略を考えるのはネプチューン。たかだかの戦略。スピードはヴィーナス、プルートは時を守る。サターンとかいう小娘は謎。肝心のセーラームーンはもっと謎でしょうね。狙いはまずマーズ。シックスセンス、予知能力というのは侮れん。愛しのジャンヌ・ダルク様か？戦場で何度も体験した。神の啓示とは恐ろしきもの。そのようなものがいたらな。私が確かめる。やる気を起こされたか？何がヴァンパイアの総帥。急ぐぞ。気に食わないですわ。気に食わない。どうしたの？ちょーちょー、すいな。あ、いえ、ジルトレー男爵様が。お前、あいつの子分か。いえ、男が少ないもんですからつい。あなた、ポジってものがないの。ポチ？それはいねえ。意見だよ。自分の主体的に意見。なんの？なんのって、俺たち無視されてんだぜ。まったくですわ。いいじゃない、別に戦うために生まれてきたわけじゃないんですから。じゃあ何のために生まれてきたんだ。さあさあさあ。それじゃいけない。いけない、いける、いけない。前から言いたかったんですけど、花は植物の命です。占いのためにあるわけじゃない。花びら減らしてないでしょ。減る、心が減る。お前いいこと言うな。あ、なんか減りゃいいでしょ。意味分かってないな。そんなことより私たちの存在義あいつらに見せつけるんだ。そうだった、行きますわよ。必殺花催眠。ダメ、ダメだよ。誰、
んな病気なんじゃない？ああ、もう植物にも神経はあるんだから。私たち本当は怖いですのよ。あいつらの弱点見える？そばハンバー修道館オンたたき跡とハンバヤソワカ。ほんの少し前から不思議な夢を見ます。地球にいる4人の子供。ほんのちょっと前から不思議な声を聞きます。どこかの星にいる一人の子供。その子供たちは夢を取られた子供たち。その子はいっぱいの犬を持った子供。その子たちは大人になることを嫌がってひっそり森の中に住んでいます。その子は早く大人になりたくてクリスタルのお城の中を駆け回っています。でもなんだか愛おしい。でもなんだか懐かしい。どうしてだか心配で。どうしてだか気になって。誰？あなた。誰？あなたは。あの怖いフラスコ、悪魔の剣、私のスターシードが引き裂かれて行かなくちゃ、私行かなくちゃ、四つの魂が呼んでいる。オンソバハンバーシューダーサツバダラマソバハンバーシュードーカン、オンタタキアトとハンバヤソワカ、オンハンドモとハンバヤソワカ、オンバサラギニハラチハタヤソワカ、オンバサラアラタンノオンタラクソワカ、オンバサラアラタンノオンタラクソワカ、えい、うわ、オンバサラアラタンノ。やめて、そのわかんない言葉。英語だってわかんないのに。ディン、ピョウ、トウ、シャ、カイ、ジン、レッツ、ザイ、ゼン、えい、あなたは努力だけで100点は取れない。だからカンニング。テストの前に祈り殺される。祈り殺される前にお腹空いて死んじゃない。ここにいたの？火の裏。熱くない？勉強するよりいいでしょ。これはそれで根性だな。っていうか100点無理くない？っていうか超ムカつくんだけど、あの英語ババ。そんな日本語使ってるから英語もできないんだろ。だっせ、嘘です。嘘。あなたたち本当に勉強する気あんの？あります。お会計なります。100点取る気あるの？ありません。呪いの呪文もあんだ。だってお腹空いちゃって。そうだよ、糖分補給しないとバカになっちゃう。それみたい。ごめんなさい、遅くなって。すごい、おいしそう。ハルカリュー特製スープだ。いい匂い。みちるさん呼ぼっか。練習の時は食事を取らないんだ。あなたとは気合が違うの。着替えてくる。レイちゃん、巫女さんの時は別人みたい。しっかりしなきゃな。なんだか高級レストランって雰囲気ね。しばらく聞いてないんだ、彼女のバイオリン。こうしてると戦いなんて嘘に思えてくる。このまま時間が止まれば。時々思うんだ、勉強や学生時代、こんなこともいつか笑い話になるんだろうな。あっという間よ。そういえば柴さん来なかったね。その方が。ライちゃん。柴さん、起こすなよ。さあ、こっちに来て。ちょうど休憩時間だったの。サンドイッチ食べろ。あなたは何？ドラクリよ、あの吸血鬼が。何だろう。こんばんは、聖なるバロン、ジルドレイでございます。何の用なの？清らかな血をいただき。誰だお前？エリザベート・バートリー。人は血の伯爵夫人と呼びますわ。何？一同ご列席のところ恐縮でございますが、セーラーマーズってどなた？私だよ。呼べばワーレン、悪魔の魔者、祈ればリスペクト。
この言ったって無理なんだもん。マイナスだらけのバッサイ。バーリン優しさじゃ変わらない、行き交う共感。都会に飛ばすシックスセンス、マーフレームスナイパー。あたし炎のメッセンジャー、あたし炎のメッセンジャー。そこそこ行っちゃってダメなんだもん。コソコソやったって無理なんだもん。マイナスだらけのバッドボーイ。ファイアーソン激しさじゃ済ませない、焼けつく要因。頼んで走るシックスセンス、マスプレインスナイパー。あたし炎のメッセンジャー、あたし炎のメッセンジャー。神聖な神社を汚さっとうぞ。このセロマーズ火星に変わって世界よ、バーニングマンダラ。夢夢疑うことだかれ、夢見る子供の夢の夢。結構強いんですのね。早く片付けちゃいましょう。なんなのあなたたち。セレセレだからジンベスベス4人合わせ迫られてると必殺ハンドサイニング必殺ビーストラッシュ。ダメです。スモールレディ戦っちゃダメ。ジビム、あなたたち何者。チェッケチがついたな。今日はほんの小手しら。満月の夜またお会いしましょう。ひとまず引き上げですわ。けおい、ちょっと待って。さっきはありがとう。別に。けなに、マーズ。どうした。思い出の館で待つブラッティ・ドラクル。そんな、ドラクル伯爵は死んだんじゃ。許すか。思ってんだ、あのチビども。植物を大事にしないガキがろくな大人になるか。いや、大人が悪いから植物を大事にしない、植物を大事にしないから地球環境が悪くなる、環境が悪くなるからガキが悪くなる、ガキが悪くなるから植物を大事にしない、それでずっと植物が大事にされないわけだな。永遠だ、永遠に僕は大事にされない。何なのよこの手たらく。私は闘志満々で満月の夜まで満面の笑顔で満遍なく待ちたかったのよ。中庭には庭、裏庭には庭いると合計でシワが見える。今シワって言った、シワって。いや、シワじゃなくて庭と庭でシワ。あ、ドレスがシワだ。そうらしいわ。そんな鳥が締め殺されたような声出さないで。壊れちゃいましたよ。誰だって聞いてんだ。満満の満月の満面の笑顔で満遍ない満度ない好きじゃない。はだから好きを強調してんだな。うん、ちびっちゃない。余計なお世話ですよ。グルグルグラマンドラグラのオスは女性にとっての美やぐうまぬ。もうかのクレオパトラさえ安易していたと言われておる。あ、まあね。花は傷を癒し、実は麻酔麻薬、その根は媚薬に用いられ、
まあね、もうクッキーを引いた子なら敵から身を守る呉服となるという。まあね、捨てるとこないじゃん。じゃんじゃんじゃがじゃん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 じゃがじゃんじゃん。何やってんだよ。あ、植物をさ、植物としか思えない大人がいるのさ。あんな負け犬負けじた負け戦、満月じゃなかったからな。それは負け惜しみ。ぐるぐるぐら、もうちょっと大きくなりなさいね。血がサラサラでふつふつ煮えるまで。でもそれ子供が、こんな夜中に何やってんだ。地域さんだ。何？聖なるバロン、かっこよかったですわ。そう、血の伯爵夫人、素敵だったわよ。そうざます。そうざやしは負けたらしょうがないんだよ俺だ。ぐるぐるぐら、天にましますもんすか。ぐるぐるぐら、神の手を届いて、ナインエンジェル。未来を担うのはクソガキか。私がやった。なんと、そなたたちに任せたら夜が明ける。さすが我らヴァンパイアの総帥。あいつらはすべて私が片付ける。
デスバルカン様。デスバルカンだと。次の満月の夜、トランシルバニアに月食が起こる。その時、太陽を挟んで完全なる天体ショーが訪れる。私はカウンターアースとしての力を持つ。よいか、2000年に一度だ。宇宙において銀髄章のパワーが最小となる。その機会を逃す。銀髄章を奪えばこの次元の地球はお前たち魔物だけの惑星となる。よいな。母。そうか、まだデスバルカンに操られていたのか。操られていた今や我らヴァンパイア一族のすべてがデスバルカン様の進化。何？お気づきでないのはお二方のみ忘れるな。そのヴァンパイアを滅ぼせるのは私だけだ。忘れるなよ。復讐するは我にあり。貴様どこだ。ドラクルは。お前たちを呼んだのは私だ。何？二つとないこの星の神秘に満ちた青さを太陽系の外部で守っている。見せられている忍び寄る敵に備え戦う覚悟はいつもそれぞれの胸で燃えている。熱い心がアクセラレーター。惑星と聞こえて持ち起こされる嵐の繋い軸忘れ遥か心だけ散らして持ち起こされる嵐の繋い走る奇跡のニレリアン。そぎにストーミースター
ースオブダークネス。さて、これからの運命どう出るかな。お前たちの運命は死だ。ちょっと待ったー。愛と真の戦士セーラーマウス。愛と情熱の戦士セーラーマウス。愛と美貌の戦士セーラービーナス。愛と正義のセーラー服美少女戦士セーラームーン社長。ドラクルの館だと思ったらいつの間にか占いの館になってる。そんな入らない遊園地みたいな真似許さない。悪童占い師はこのセーラームーンが。月に変わってお仕置きよ。スマップレイファイヤーストーンエクセントハッピームーンヒーリングエスカレーション。そんな暗黒タロット。1、物事の始まり。魔術師のカードが示す意味は無限大。人間世界を自在に操るは魔術師。お前たち、これで2人。10、そして運命の輪は静かに回る。幸運か不運か、宇宙も時の運行も人間の意志とは関わりなく回っている。永遠の幸福もない代わりに永遠の不幸もまたないのだよ。銀髄賞の持ち主だ。銀髄賞のあの馬は誰？良いか、運命の輪に導かれお前たちは出会った。セバールカルテットよ。そのチビをこの世界で葬るのがウヌラが務め。やれ
私にはセーラームーンがついてるの。あなたたちなんか負けない。あなたセーラームーンつながり。うん、じゃあ次。じゃあ違う、あなたたちが騙されてる。騙したのはあんたよ。あたしきっとあなたたちを守るからね。何よざれ事。誰？タキシード仮面様。タキシード仮面だろ。闇夜に咲くは暗黒の花、光が当たればつぼみは閉じる。汚れなき少女は未来の宝、それを操る悪魔たち、このタキシード仮面が許さない。はっ！信じ合う愛だけがこの大空に鮮やかに巻き起こせるよ、ミラクルツイスター。助け求める声が胸に届けば、赤いバラ騒ぎ出すのさ、ローズレスキュー。大切な人を守るためなら命も懸ける、その勇気でも撃たれないとが惨状、邪悪の息の根止めてやる。 Here come the Tuxedo Mask。 チビンさん、タチーラカメ様、セマールカルテットよ、お前たちに本当の使命を教えてやろう。ジミンさん、マスター・アルテ、マスター・アルテ、あなたこそが真の女神、月そのもの。暗黒の冥界深く、月の満ち欠けさえ忘れ、息潜め待ち続けたわ、ただひたすらにこの時のため。汚れて腐り果てたこの世を破壊し、母なる神の光あふれる浄土を君はあなた、アスタルテ、真の女神、いただいて神聖世界の母にならん。我はアスタルテ、アスタルテ、あなたこそが、この私が真の女神、月の化身。横暴な男の神に女神の誇りを砕かれて、天界から追放されし、我らの無念忘るるなかれ、不残な現世消滅させるわ。あなた、私に神の力あるというのか、本当の神はあなた、
ルテ。女神ならば万物に君臨し、世界の真の統治者に。真の女神いただいて、神聖世界の母にならん我は。悠久の古代よりアスタルテ様こそ神の中の神、この世界の真の統治者。セマエルカルテットよ、お前たちはセマエルのフラスコより誕生したホムンクルス、人工生物だ。人工生物、私たちが植物でも人間でもないの。アンズルでない、お前たちはアスタルテ様に仕えることによって新生児ネオネイトと呼ばれる。ネオネイト、古い定理を破壊し新しい世界を作る新人種だ。ホムンクルスで終わるか、ネオネイトとなるか。この世界を維持する銀髄章を無力にすることが使命、それがお前たちの存在を決める。人類の刑の執行はすでに決まっている。ここは暗黒霊廟、奴らの墓場だ。少し用があるんですが。たかがヴァンパイアが何の用だ。ヴァンパイアが用があるって言ったら土に帰ってもらうってことですよ。面白い、ネプチューンの仇今取ってやる。くそ。どうした最強の戦士よ。蹴りをつけてやる、スペースソードブラスター。何を切ったつもりだ貴様。何？待ってるよ、ヴァンパイアの霊廟で。ネプチューン、ブリード。夢忘れることなかれ、夢に子供の夢の夢。あなたたち銀髄章もらおうか。その剣はセマエル人ハーツ。情けないセーラー戦士だ。あなたはシバ、シバ神経出したって。違う、私こそが太陽の向こうから来た10番目のセーラー戦士、セーラーアスタルテ、ソロマンジーハーッ。デマエルの剣が。For Air Austria 203 is delayed 30 minutes. Thank you.
は30分遅れるから。これみちるさんの。ありがとう。やっぱ注意した方がいいよ。でもみちるさんのこともあるし、マモルさんだって。でもはっきり決まったわけじゃん。何やってんの、こそこそ。ウィンってウィンナーソーセージかな。フランクフルトはソーセージの都。ブッダベットはブッダの病気だよね。エリザベート先生が帰国してラッキーだったんだから。英語の勉強より社会科の勉強したら。声優より必要なのは猿でもわかる一般教養だな。来たのか。頼りない選手が多いから。いいじゃん、いっぱいいた方が賑やかで。まだあなたを信じたわけじゃないのよ。好きにして。太陽系にもう一つの惑星があるって伝説では聞いたことがあるけど。もうセツナさんまで。惑星なんていっぱいあった方がいいじゃない。いっぱいで私を守って。ね、そうね。悪かったな、頼りなくて。え、ずっとそう思ってたのか。私たちはダメだって。そんな、もうよしましょう。大人げないわよ。悪かった。あなたも言葉に気をつけて。オーストリア航空203のご利用のお客様は搭乗手続きをお済ませください。アテンション、私きっとあの場所に立つんだね。怖くてもみんなを守ってみせる。もう少しこのまま言わずに涙の不思議見ていたい。遊ぶ少女の無邪気さの季節答え、そこにあるはず。 Don't cry my love、 今は泣かないで、呼ばないで。涙の秘密隠したい。拗ねる少女の無邪気さの季節。息もできずにあなた見ている。 Don't cry dear friend、もしこのまま私だけ見つめていてよ。お願い世界止まるまで。もし僕に何かあったら、ミチルが知る前に頼むよ。はるかさん、行こう。セーラー戦士同士で戦うなんて嫌。もうあんな悲しいこと絶対許さない。
私、あのヴァンピールに会いたい。だって私を助けてくれたのはドラクル伯爵だもん。会って、そのことを伝えたい。ネマエルの剣にかなう力などこの世には存在せぬはず。そうではないのか。剣は主を選ぶ。お忘れか、ベルセルクが使いセマエルの剣は銀髄賞の前に敗れた。私が強戦士ごときと一緒だと。セマエルの剣も成長する。いや、主の心に同調する。何？そのようなことより、何故アスタルテが我らの前に立ちはだかる。それもまた成長。神など信ずる者が愚かよ。口を慎め。よいか、神に善悪を図る天秤はない。いや、善悪などもともとこの世にはないのだ。アスタルテは我らを裏切ったのではない。セマエルに反応したのだ。セマエル？剣というよりその中に宿りし悪魔にな。よいかジル、我らはうまくそれらの力を利用せねば。それこそが人の知恵。そうではないか。いつから妖怪が人になった？ヴァンピール様、人の魂を食らう魔女は人か？人の夢を食らうその娘の桃。おやめください。下賤な者に操られることこそ愚か。私が魔女と思いか？ならば何だ。すべての人を産みし母。ドラクル城に母が多すぎると窮屈で困る。母とは何か、それこそが謎だ。私に母はいるのだろうか。植物の場合、メシベというんじゃないか。メシベの母、オシベの父。そう呼ぶとなんか格調が高いな。メシベのおば、オシベのおじ。調子に乗んなよ、はい、そんなことはもうよい。母も父も我ら妖怪にはもうおらん。天に翼するモンスター、ぐるぐるは割れた心抱いて、 Crying Angel。一つ一目を忍ぶ頃、二つ二枚目気取ってみても、三つ見つめるナイフの瞳、四つ寄ってたかっていじめられ、五つ墓場に見つけた、ぐるぐるぐら天に翼するモンスター、切りすけめたもん、七つ天祖の七光、やじこの世の厄介払い、心つこごとも知識さえ、ぐるぐるぐら天に翼をつか、ぐるぐるわ闇の手を踊りて、一つ瞳が灰になり、
二つ二目と見られやしない。三つ獣の水黒いして、四つ金の満月四つ舞い、五つ一しかまぶるくぐるぐるぐるぐら縁につまするのですか。みっちみっちり起き上がり、七つこの世の七不思議、八つ人間八つ先にして、九つ悪魔の志、ぐるぐるぐるぐら剣に翼するモンスター、とはとうとう案外だ、ぐるぐるぐら剣に翼するモンスター、ぐるぐるわ闇の手を踊りて、私の心に光の注がれる日が来るだろうか。赤く流れるはず、命刻む、ああ胸の音を誰か唇で聞いて、森の妖精、森の迷子。どうしたの、こんな夜中に。お父さんとはぐれたの？お母さんは？
だったらあなたは誰にはぐれたの？そうだね、親にはぐれたのは私。大丈夫、きっと見つかるからありがとう。あの、質問してもいい？何なりと。ここどこ？町の子じゃないの？月の子。土の子？バッカにしてるの？いえ、夢の友達に誘われてきたんだけど、いなくなっちゃって、おっかない魔法使いのおばばも現れて、まあ私の王子様が来てくれて、そいつから逃げられたんだけど。バカにしてる？何の童話？童話じゃないよ。ごめん、でもここは怖い森だからね、早く帰らなきゃ。でもあの4人探さないと。友達？でもあの子たちきっと帰るお家なんてないと思うの。だからあなたが帰らないと。セマイルのフラスコに。お久しぶりね、チビちゃん。あんなとこ嫌だよ。そう？そんなに嫌なら銀髄賞を渡す。銀髄賞？やめてよ、やめて。よせ、こいつこそ未来の銀髄賞の持ち主。まただ。十二、吊るされた男、身動きの取れない状態を表す。ヴァンピール、お前のことだ。あ、何をする。ほら、お前の敵をよく見ろ。暗黒の歓喜を消えろ。シャールチャーリムエウルエルエルサラバクニ、千年の国にあるものよ、我汝を召喚する。かもしれない。あっされて。あなただけ私を信じてくれたの？そんなことないよ。私だって
私のことが信じられない。帰ろう。3年前母と東ヨーロッパを旅行した。今のスロバキアが祖母の生まれた土地だったから。そこで母は行方が分からなくなった。それから私の中は壊れていった。そんな。聞いて。私の中には何人もの私がいる。多重人格性障害。多重人格性障害。聞いたことがあるでしょ。もう芝新月アスタルテである時間は少ない。おそらくセーラーアスタルテである時間も。どうして。何かが私の中で一番強い人格が私を支配しようとしている。大丈夫だよ、みんなといれば守ってくれる。ねえ、なぜ私セーラー戦士なの。それはみんなはいいね。セーラー戦士であることに誇りを持ってる。アスタルテだって。そんな星あるのかな。あるから。ねえ、おかしいよ。何かがおかしい。わからないけど、わかる。アスタルテ、セーラーアスタルテ。言っておく。そなたは私の母じゃない。それを忘れるな。ですが。くどい。狙うはセーラームーン。そんな子供を捕まえて何になる。残りのセーラー戦士侮ってはなりません。だからおとりか。元はナイトメア、ただの無魔。やることに品がない。このルフェイ、あなたを失うわけにはいきません。だからそのものの言いようが。何様だ。どう申されようと。もうよろしかろう。そなたが何をした。25歳で将軍となられた知略のお方が。そうか、相変わらず戦士の少女には歯が立たぬか。仲間割れしている時では。仲間。誰がそのようなことを決めた。総帥、計画は着々と進んでおります。我らがセーラー戦士を倒す機会、おそらく今度が最後かと思われます。念には念を入れませぬと。そのためにはあのチビも。このチビさん、なんだっていうのよ。このチビが。大体こんなチビが。うるせえよチビ。来た。どうした。少しチビ。やつらやってまいりました。ご苦労、アダルトなチビ。うわお。バンピール様、とくとご覧あれ。待ちに待った、今宵は満月。ワーウルフの知略と力、お見せいたします。アスタルテの中より完全に人格を抹殺する。あの小娘ども全員を生贄にするのだ。私たちも行く。ウサギたちを倒せばネオネイトになれるんでしょ。ダメ、あいつら邪魔なんだ。そんなことさせない。俺たち人間じゃないんだよ。違う。いや、違わない。このフラスコがお前たちの母。言うな。知ってるよ、だから戦うんだ。お前たち人間にならなきゃならないんだ。人間を超える新しい人間に。そんなこと嘘だよ。このチビいじめるのやめてくんない。小賢しい。何をする。さあ奴らが来た。サバトの宴の準備じゃ。Thank you.
テルどこにあんの？ガイドが消えてどうすんのよ。メインからの列車にはいたよ。ブダペストまではいたな。ハンガリーに行くはずじゃ。しょうがないでしょ、ウィーンでのコンサートが延期になったんだから。ここは昔来た。え、なんでもない。いくら言っても石畳の街なんてないんだけどな。でも満月で助かったね。それがいけないかも。脅かさないで。まあ満月にはウサギがつきもんでしょう。やる気満々、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 満々。飛行機で10時間も寝ればな、君も。幽体離脱。変なこと言わない。本当に二人とも気絶してるのかと思ったよ。絶対に。うるさい。だって黙ってて怖いんだもん。ピエールは。コマレビア、森と月光。この中からアンデルセンは生まれたのね。まんじゅう潰してアンデルセン。シバちゃん面白いな。シバちゃんだって打ち解けようと思ってんのよ。気使ってんじゃん。まんじゅう潰れてアンデルセン。面白いでしょ。白雪姫とシーンの小人みたいだな。それはグリム。ほう、じゃあカエルの女なのは？言い方が悪いわよ。親指姫でしょ。アンデルセンだな。努力が水の泡になっちゃうのは人魚姫。アンデルセン。マッチしか織物がない少女は？アンデルセン。バカでもいいじゃんのは？わざと言ってるでしょう。でもヨーロッパの童話って怖いね。妖精と魔女の国だから。私、ハンガリー系アメリカ人、ここマイグランマザーズホーム。このくらい、You understand? I am understand! 追試の understand! まあいいか。Yes! まあいいか。 Let me present my family! 家族？モーツァルト！マルコ！先生、タヌキも産んだの？満月ポンポコピー。ヤングもオールドもみんなタヌキでダンサイ。今宵満月ベラドンナ、濡ればほうきで飛べる森。サソリゾロゾロ、トカゲの下のエルは騒ぐわ、ガガガエル、みんな友達ポポピー。グーググググラ、天に翼するハムスター。朝はびっくりびしょうよね。午後はぎっくりおばあさん。そんな一生つまらない。だからやりましょう黒いミサ。天にましますモンスター。夜はとうとうアンガイド、くるくるくら、天にしますモンスター、くるくるパー。サバゴの歌声だ。初めから仕組んでたんだ。だったら初めから勉強させないでよ。そういうことじゃないでしょ。今宵は魔女が集まるサバトの宴。誰が魔女になるか、生贄になるか。今夜は満月。この前のようなわけにはいかぬぞ。いい動きが乗れ。おお、変身だ。変身してもこの結界は破れぬ。なぜ三人だけが魔法陣に入れぬ。分かっているはず。銀髄賞いただこうか。さざめきて流れ。
炎のうちに捨てよ。陰性の美によ、やめろ、現れ入れ結末をつけよ。ミスだ、ミス、明日、しまちゃん、夏最後、明日って。所詮解けぬ魔法はない。あ、お前はバンピール、行くぞ。あるか、強がりはよせ。ミープリズムパワー。解けぬ呪いはない。芝新月アスタルテは死んだ。私こそ真の神アスタルテ。神殿に向かうぞ。は、我らが約束の地だ。サマーガーリサーモン、チビウソ、ママちゃん、どこなんだ神殿って。ドラクル城に来い。我がドラクル城に。チビウソちゃん、マコちゃん、ハルカさん、時間がない。ハルカ、行くわよ。私たちがダメになる前に。あの黒い影が広がる前に、急いでやらなきゃ間に合わない。地球年4月17日、ナダスディの忠誠と息子であるパル・ナダスディおよびジェルジュ・ドゥルゲスの保門な伯爵の嘆願により、彼女の処刑は実施されないことと決定する。今神は死という最後の贅沢すら私から取り上げた。私は私の罪と呼ばれるものを理解することを拒む。神は知らぬ。私が殺した600人の娘を、私がどんなに羨んだかを。神は知らん。彼女らは栄光ある死の列に加わり、私はこの牢獄より冷たい心の牢獄の中で何十年生きてきたかを。
ただただ悠然と過ぎていく時の虚しさ、老いだけがこの体に時を刻む。光もなく十字架もないこの牢獄、それこそが私の心だ。私は聞いた。この視界がシンクの血の色で塗りつぶされた時、私の体内で初めて命が爆発したことを。情熱の一切はそこにあった。人は己が心の中に無限の牢獄を持つ。なぜだ。人は人であることが無限の罪なのか。その罪とは何だ。知恵。それを与えたものが悪魔か。神にとってこの世は簡単だな。もう一度聞く。人にとっての罪とは何だ。聖。その命を作ったものは神。ならばその神はなぜ妖怪を作った。人を滅ぼすため。違う。人が滅べば妖怪も滅びる。だから私は神を認めぬ。古代の神アスタルテなどという神もな、我らに君臨するはデスバルカン様のみ。デスバルカンとは何だ。神をも超えた天。このフラスコさえあれば。そんなことは聞き飽きた。私は死ぬことのないこの身を呪ったことなどない。ただこの運命にどんな意味があるのかを考えてきただけだ。意味が終わりか。ならばそのデスバルカンはなぜこの子たちを作った。意味などない。餌。もう一度言ってみろ。私たち頑張るよ。頑張ってセイラ選手を倒すよ。それが生まれた。お願い信じて。意味がなくて生まれた命などあるのか。今宵は満月。ヴァンピール様の血も騒ぐ夜更け。そろそろ我らの喉を潤さねば。私めの汁でよろしければ。まだ早く。ヴァンピール様、この子らはそのためのホムンクルス。私たちは人工生命だけじゃない。セラン様ベイアップ来たか。セラン、アイト、シェル戦士セラマス。アイト、情熱の戦士セラマス。アイト、勇気の戦士セラディクター。アイト、リボンの戦士セラミーナス。喉が渇いてたまらん。待ちかねたぞ小娘。ラグ。何。天皇制を守護に持つ一生の戦士セーラーアルヌス。剣山。海洋制を守護に持つ豊漁の戦士セーラーネプチュー。冥王制を守護に持つ変革の戦士セーラープルート。無性を守護に持つ破滅と誕生の戦士セーラーサタン。アイト、聖騎のセーラークプチョージ戦士セーラームーン参上。この世に意味がなくて生まれた幼児なんかない。お前たちが来て助かったよ。ヴァンピール、あんたに話がある。血迷いごとは我らを倒してからにしろ。狩りを返しに来たよ。最後の力を振り絞るか。俺たちも戦う。お前たちを倒すために生まれた。それが私たちの意味なら。何を言ってんの。意味じゃない。譲れない素肌抱きしめて誓いの銀河。きっと言える、きっと叶う、星と星が結ばれる日。 Real Justice Sailor Moon。Thank you.
空の果てにハリケーンショット、セーラージュプター、きっと光ビッと渡すこの世の果てまで Raise my heart セーラービーナス、だけど No 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 崩れない誓いの銀河、君とかけるこの地の果てまで Rushing Wind セーラークラヌス、きっとそばで時を守る冥界の送り、 Hey Deep Impact セーラープルート、きっと闇がきっと巡る世界の終わりにセーラーサタン、だから No 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 譲れない誓いの銀河、バンバンバン恋の戦士じゃいられない、私はあるのだ。貼り付けの時イエスが言った言葉、そんな、私はある、愛、愛、私は信じない。心を捉える前セーラースタイテが言ってた。おかしい、何かがおかしいって。人間と妖怪を戦わせようとするあなた、あなたは何者？神の名前で語って、あなたは何をしたいの？私はある、ある、ある、正体を暴ける。ムーンゴージャースメディテーション。愚かなセアム、ここがお前たちと私の約束の地だ。扉開きて訪れんとす、再びの浄土に星を輝け。
始まりの場所だ。あなたの正体は何？リリス、人類の祖アダムの最初の妻。こここそが我が生まれし場所。じゃあここはエデン、朽ち果てし楽園の霊廟。イブがアダムをそそのかし人間を産むまではここはパラダイスであったのだ。私は夫であるアダムの傲慢を許せなかった。しかし神は夫に逆らうことを許さず、この私に毎日100人の子を産ませ、100人の子供が死んでいく運命を与えた。その過酷な罰に耐えきれず、私は後悔に身を投げた。そして同じ運命の堕天使ルシフェルによって助けられた。人はこの私を魔女と言って恐れる。確かに私とルシフェルの子は魔族となって冥界を治めた。だがこの惑星の主となった人間の有様は何だ？地上どころか天をも汚し、この星を滅ぼそうとしている。人はなぜ死ぬ？本来人間は不死であった。人の遺伝子の中にまで入り込み、あらゆるものを使って人間を殺しているのはこの惑星の意志。それは人こそがこの星の寄生虫だからだ。良いか、この星はあらゆる人間を排除したがっておる。誰が言わせるの？何？今言ったことを誰が言わせてるの？何をしておる？こやつら一人残さず葬りされ。指示される覚えはない。はしといてリースの顔を見て。迫る帰るその分手前に手を出しろ。バンピール、ドラクルは私をかばって滅びたんだよ。違う、お前がセマイルの剣の盾にしたんだ。違うって。どちらにしてもお前が殺したんだ。問答無用。そのようだな。バンピール！どいて。敵の正体、あたたちが暴く！この剣に勝つかな。行くぞ！Thank you.
そんなか弱い光でヴァンパイアの血が清められるか。さて我が一族ずっとだ、ずっと恐れていたこと、そのために頑張るはずだったのに。わざと明るく振る舞ってたこと、ウラニスは知ってたわ。なんで？あなたの攻撃すべて私にくれる。ネプチュン、初めから決めてた。私あなたのように強くはないから、あなたのように戦えない。覚えてなくていいよ、何も覚えてなくて。あなたと戦うぐらいなら生きていたくない。最後に夢の中で走ろうね。どうして、どうして同じことが起こるの。おかしいよ、こんなこと嘘だ、嘘に決まってる。金人賞をあげる。こんな弱い私に持ってる資格なんてないもん。みんな一緒に生きてきたの、笑ったり泣いたりして。こんなダメな私にみんなね、優しくしてくれたの。分かって、金髄賞よりみんなのが大事なの。仲間同士で戦う姿なんて見たくない。ヴァンピール、あなたも人間なら分かって。私が人間だというのか。チビウサをかばってくれたもん。セマエル・カルテットも。私元は植物でしょ。人間は森を破壊し、私の種族を引き抜いて絶滅させようとする。でも私は人が好きだ。悲しい生き物だから。ジル様、覚えておいでですか。私たちは処刑台の下に生えます。私たちの花は無実の死刑囚の涙が咲かせます。私の花はあなたの最愛の方の涙で咲きました。ジョニー、この人あの方に似ています。死なせてはなりません。死れ者め。やはり出来損ないはダメか。出来損ないだと。お前もな。ならお前らは何だ。人のなり損ないか。小賢しい、我が作りしアンデッドよ。あなたが作った。そうだ、一刻も早くこの世を滅ぼすため。お前たちこそ私が作ったホムンクルスだ。我らがホムンクルス。アンデッドが人工生物だというのか。人間と戦うためのね。バカを言うな。バッピー、なんという真似を。わかりました、父上が最後に言われた言葉。後ろに控えし闇、闇は光の影にいてこその闇。人間とアンデッドの戦いの愚かさをトラクル様は知っていた。しっかりするんだ。我らヴァンパイアが堕天使などにまやかされてはならぬ。父上のお声が聞こえます。父上に謝らねば。許してくれるでしょうか。すみません、あなたの母上にはなれなかった。もうよい、もうしゃべるな。魔族にも愛はあります。父上をお慕い申しておりました。死ぬな。ルフェイ、
我が母、許さない、もう許さない。誰、アスタルテの中にずっと隠れているあなたは誰。やれ。バーニングマンダラ、サインやサイレージョン、バッカー、バグリングワイルドプレッシャー、ヒーナー、ラブミンチャー、ワイルドシェイキン、レッドスクリーム、クレームスクリーム。結構強いね。わざと外してる。精一杯だよ。これしかできない。悪いな。いやー、みんなおお、月が陰る月食の時が来たぞ。古代の神アスタルテ、そなたの中に我を降臨させよ。星が暗闇の中から。まやかしだ、まやかしに決まってる。カインザダーク、みんなのスターシードか。夢夢疑うことだかれ、夢見る子供の夢の夢。降臨せし、我は無敵。こいつらくらい私たちが。この子たちをなぜ使う。夢を奪われ永遠に大人になれぬ子ら、子供なるがゆえに非情。こやつらこそがこれからの魔族。古い魔族は人になれすぎた。自分が最強だと言うならなぜあなたが戦わないの。戦ってこの金髄者を奪ってみなさい。私めらが。ウヌラが叶う相手か。新魔族にはまだ負けぬ。お前たち何を考えてる。もうあなた様は我々を倒せません。また心を操っている。人と人、人と魔族を戦わせるような卑怯な真似ばかり。あなたの正体は人間よ。人類最初の殺人者、カイン。タキシード仮面様。マンドレイク。私の根は不死身の薬草ですから。バカリアス・バリオロス・ラゴス・アタカビオロス。やれ。まで来たのだ。何千年かかったと思う。何千年生きながらえていると思う。お前にわかるか。この世が滅びるのを見るまで死ぬことのできない苦しみが。そのために魔族を作ったというのか。魔族も下手な心を持ってしまった。お前の父のようにな。苦しむのは自分だけにしろ。なぜ作ったものの心をもてあそぶ。
生かそうが殺そうが創造者の勝手。何？神と呼ばれたあらゆるものがそうではないか。千億の孤独、うぬらに分かるはずもない。全ての出来事がトリックね。魔法といえ解けない魔法なんかない。望み通り最強の魔力でお会いしよう。スマイルカインザソーモン。負けないよ魔法なんかに。私には、私の後ろにはたくさんの仲間がいるんだ。スマイルアスパン。負けない。笑ったり泣いたり威張ったりくじけたり、普通の人のために私は負けない。なぜそれほどまでに愚かな人間をかばう。弱いから、一人ぼっちじゃ弱いから。あなたのように一人ぼっちじゃ。ジョン、スマイルベンゼミュー。ジルドライ。救ってくれた。オルレアンだ、ティウセル。オルレアンの乙女だと。リリサマゾーン。ジルドライ。全てにとどめを刺してくれる。このままじゃみんなやられる。バンピール。兄、闇の怖さを知らぬ者は光がどんなに懐かしいものかを知らぬ。人間ごときにワンパイアの賛成がやられるか。解けぬ魔力はない、明けぬ夜もな。バンビール。これで直系の呪いは解ける。失せろカイン座だ。死の木を逆流してる。どういうこと。死の木を渡れ。アンチケデル、アンチトゥァレント、アンチヤング、アンチマルクト。死の扉を開ける。冥界に降りろ。全て密税だ。そんなことさせるか。みんな、扉に呪いはない。魂をなくした者に容赦はいらない。リベンジで決めると決めたら、1ミリの隙も与えない。かけ根なし真の強さなら、形も動きも美しい。瞳を見交わせば、皆思いはただ一つ。ここで晴れやかに舞い踊り、ファイティン、ハイヤー、ボールボールボール。計り知れない次元を超えてもたらされる、それが魂。命の神秘忘れたものは哀れなかったの人形。吠えても虚しいだけ。ファイヤー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 。この人はこの国で消えたあなたのお母さんだよ。浄化する、ヌープリ
きりたとえはぐれても仲間の誓いは変わらない。守るべき人がいる限り果たすべき使命ある限り最後の最後まで皆戦士を誇る愛。風を蹴り上げてひる返し Fighting Higher Fall More Love。 心に触れる光の気配、陣地を越えた意志がある。命の領域を犯したものはひたすら滅びるだけ。その時が来て消えろ。 Fire 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 Fire。陣地を越えた意志がある。命の領域を犯したものはひたすら滅びるだけ。その時が来た消えろ。ファイヤー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 。イエリーリリーゲリー。ザスカイアスタンチを貸してください。紛れて探せないの。みんなが寄り添う優しい国、ダークカインだって本当はそこに行きたいんだよ。一人ぼっちが一人ぼっちをいじめる寂しさは誰の胸にもある。でも横を向いてごらん、後ろを見てごらん。みんながみんなを見つめ合ってる。瞳を上げて、みんながみんなを見つめ合わなきゃ。カインが優しさを奪いに来る。リリスが冷たい風を運んでくる。そんな時はララバイって言うんだ。コモリートのララバイって昔はリリスよされっていうおまじないだったんだって。一人ぼっちの時は合意を。ララバイ。そうすれば寂しさは消えてく。幽霊惑星バルカン、あなたは本当にいるの？ララバイ。
ざしに責められて心が透き通る21世紀の幕開けはセーラームーンと過ごそう。みんなぜひぜひ見に来てくださいね。